皆さんこんにちは。今年度ですね、令和3年度ですね、も園長を務めさせていただきます高野哲也です。よろしくお願いいたします。今年度の友部幼稚園といいますか、今年度もですかね、また新しいことをいろいろ挑戦をしていきたいなというふうに思っています。一つですね、すごく大きなことを始めようと思っています。まだね、すみません、いろんなこう関係がありまして、表にできないところがあるんですが、昨年の末ぐらいからですね、もう準備に入っておりまして、まあ、間違いなくできるんじゃないかなと思っています。時期が来たら皆さんにお伝えしたいと思っておりますので、少々お待ちください。それ以外のことでやはり考えなきゃいけないというのはコロナウイルスのことですね。どうしても、1年ぐらいはこれに振り回されてしまうのかなというふうには覚悟しております。まあ、去年の経験がですね、いろいろ役に立つところというのも、まあ、あるとは思うんですけれどもね、また若干状況というのが違ってますよね。変異型っていうのが春の段階で非常に流行ってます。これが子どもの方にもですね、感染があるということで、今までのようにはちょっといかないかな。去年の春ぐらいはその透明マスクですねの方をしまして、保育に当たってたんですが、今回はちょっとやっぱり普通のマスクですねに変えなければいけないかな、ちょっと子どもたちへのリスクが大きいかなというふうに思っています。そうするとですね、我々に一番こう大切な表情とかですね、そういったものを、それをそういう武器がですね、奪われた形になっちゃうんですね。目だけでこうね、表現しなきゃいけない、それも先生たち目だけで表現できるような訓練を日々行っておりますが、どうしても足りない部分があるのかなと思ってます。ですが友部幼稚園には武器がもう一つあります。これがこちらやってますね、動画の配信とかですね、そういったところがあります。そこら辺で先生たちね、ぜひ積極的に動画の方に出して、その素顔ですね、化粧はしてますけどねマスクなしの顔の方で、できるだけこう子どもたちに相対したいなというふうに思ってます。実際に対するんじゃなくて、こう画面越しにはなりますが、それでも先生こんな表情してるんだなっていうのを子どもたちに見ていただきたいと思いますので、ご家庭の皆さんぜひ積極的にお子さんに先生たちのお顔を見せてあげてください。はい、じゃあ令和3年度の友部幼稚園、いろいろ頑張って参りたいと思います。何しろ子ども第一主義ですね、これを貫き通して子どもたちの成長学びを発展させていきたいと思いますので、いろいろご協力よろしくお願いいたします。